はい、本日は我が家の水槽ということで2回目撮ってみたいと思います。まずは、40センチの水槽ですね。こちらお魚ちゃんたちはこんな感じで生活しています。前回撮ったのとあまり変わりなくって感じですね。ただちょっと水槽がねだいぶ汚れてきたのでお掃除をしていかなきゃいけないかなということで、後で水を作って、大和沼海老さんですね、こんな感じでいらっしゃるような形になります。で今日も照明はこんな感じで、今ね照明は一番強い 100% で照らしているような形になります。さあ続いてが60センチの水槽ですね。こちら、昨日、水槽がもうだいぶ10年ぐらい使っている水槽だったので水槽を変えまして、で中も変えてみました。いや結構ねあれな感じになっちゃって、狭い60センチなんですけど結構いろんなもの入れちゃって狭くなっちゃいましたね。これがポリドラさん、でかいっすね。でこれがネオンドワーフレインボーさんですかね。でグッピーさん、こんな感じでいらっしゃると。でね他にもヒメツメガエルとかいろいろいるんですけど今日は見れないですね。でこちらの上にいる稚魚グッピーがですね、昨日外部タンクを掃除した時に出てきたやつらで、すごいですね。よく外部タンクにエビとかその稚魚がいるよっていうのを見たことがあったんですけど、本当にうじゃうじゃいたっていうね、そんな感じでしたね。もうちょっと掃除しろよって感じですね。で、ガラス苔対策でこの貝ですね、貝を入れてみました。そんな感じですかね。まあ他にもいるんですけど、オトシンさんとかねいらっしゃったりもするんですけど、やっぱりね障害物が多いのでよくわからないと。で子供が喜ぶかなと思って、ラピュタの巨人兵なんですかねの頭をぶっ込んでみました。そうすると結構狭くなっちゃいますね。狭くなってジャングルみたいになっちゃいますね。で今回はですね、水槽を新しくするに伴ってろ過ですね。いやなんかね昨日一晩中やってたら風邪ひいちゃいましたね。ろ過なんですけど、こんな感じで水を吸って今回は底面に吐き出すっていう形のろ過方式を取ってみてます。どんな感じなのか全然わかんないんですけど、わかんないしあんまり知識ないんですけど、ちょっとかっちょいいと思ってやってみようと思って、エーハイムっていうメーカーの底面ろ過板、こんな感じ見えますかね。こんな感じ、下に板を引いてその中が空洞になってて、そこに、水が流れてくるというような形になっているんですけど、結構ね隙間が大きいので、前回使ってた白石、こちらのこの白石ですね、あ砂、これをやめて、砂利っぽいんですかね、砂利っぽいのをちょっと引いたんですけど、なんかこうやって見るとなんて言うんでしょうね、金魚水槽みたいな感じになっちゃいましたね。なのであとは水草がね上もう実数植えられない状態なので置いてる感じなんですけど、これがうまくいくのかどうかっていうところですね。でサイアミズフォックスはいましたね。結構ねでかくなるんですよね。黒ひげボケを食べてくれるということで入れたんですけど、あんまり仕事してくんないから、何食ってんのかな、なんか食ってんですけど、あんま仕事してくんないかなって感じですよね。なんか違うものを食べて生きてそうな感じになってます。さあこんな感じですかね。こっちにもサヤミズフォックスさんいまして、同じ時期に買ったサヤミズフォックスさん、結構でかいんですよね。こんな感じで、で、お腹がなんて言うんでしょうね、結構ね見てると可愛いんですけどでかいので、なんか葉っぱの上とか、あとはレイアウト変えちゃいましたけど、上の水槽に、水を送るポンプの上で、寝てたりとかっていうことをしてるので、見てて結構ね楽しいですね。すごいんですよ、稚魚の数こんなにいます。外部フィルターもっと掃除しなきゃって感じでしたけど、いっぱい出てきましたね。びっくりしました。よく生きてられたねって感じですね。で他にもブラックゴーストとかパンダ柄とかいるんですけど、あとハニードワーフさんですかね、ゴールデンハニードワーフさんとかいるんですけど、ちょっと見えないですね。横にねいるんですよね。ちょっと見づらいですね。ここがね、今回すげえちょっと端っこになっちゃいますけど、見づらくて、端の方にゴールデンハニードワーフさん
が、いる形なんですけど、あまりねもともと出てくるような魚じゃなかったので、うちのはなのでめったに表には出てこないんですけど、なんか食べて生きてるみたいです。さあ、で上の段ですね、上の段もねだいぶ汚れちゃってて、そうしなきゃいけないんですけど、よいしょ、まだ照明が決まってないんで、おにぎりさんを一頭使いです。さあ、こんな感じの水槽、ちょっと汚くなりましたね。こっちも掃除しなきゃいけないんですけど、あ、田中さんいましたね。これですね、ドクターフィッシュ系らしいんですけど、苔とか、あと残したご飯を食べてくれる、ご飯を食べてくれるというね、なかなかね、綺麗な面白い動きしてますね、というような感じですね。なんか照明のせいでチラ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 しますね。で、ここにはランパイさんがいます。で、ランパイさんね、卵を産んだんですけど、卵を産んだせいで掃除やめてたんですけど、見えるかな、もう正面にあるんですけど、こけちゃったので終わったっていう、カビが生えたっていうんですかね、終わっちゃいましたね。で、南沼エビさんで、ここにも下に入れたら多分ブラックゴーストさんに食べられちゃうかなっていうサイズの稚魚がうじゃうじゃといるので、ランパイさんは爆切れですね。なんなんだこいつらみたいな感じになってるんじゃないかなと思います。で、ここもね、もうランパイさんの卵がなくなったというか、実質全部カビてしまったので、奥にカビ棚ありますね、あれ取んなきゃいけないんですけど、しまったのでもう掃除してしまっていいかなと。なんか卵がある時は、そのままにして孵化するまで待った方がいいみたいなことも書いてあったんで待ってたんですけど、今回うちの水槽ではうまくいかなかったので、お掃除をしちゃおうかなと思ってます。で、こっちにもね、ヒメツメガエルさんいるんですけど、やっぱり昼はあんま出てこないですね。照明がない時結構出てくるんですけど、今はお休み中という形ですね。こんな感じの水槽になってます。なんかね、ブラックゴーストとか出てきてほしいんですけど、やっぱり出てこないということで、今日は60センチ水槽を変えてみたということで、また動画を撮ってみました。また次回、何か気が向けば水槽の方も撮ってみたいと思います。興味がある方はぜひ熱帯魚やってみてください。奥が深すぎて、何でしょうね色々勉強することもあるんですけど、セットで買ってとりあえずこういうグッピーとかはね育てることもできますし、うじゃうじゃ増やすこともできますんで、簡単なお魚から入ってって楽しむといいんじゃないかな。ただグッピーはご覧の通り逆に増えすぎて困っちゃうことも人によっては出てくると思うので、飼うときは慎重に、ペアで飼育していただけるといいんじゃないかなと思います。それではまた次回どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。